そうです、そうです。オッケー、では行ってみよう。まず最初はこれです。ラララララカレーライス好き、大好き、やめな、好き。これ誰が作った、誰が作ったカレーやろ。木之助作った。まあ、カニ、あ、はい、あ、じゃあカズキくん、そうやな、手を挙げる。ママが作った？オッケー、じゃあママが作ったカレーっていうことにしようか。ここから聞くで、質問するで、みんなに。ママが作ったこのカレーライス食べてみたら、なんとめっちゃまずかったんです。みんなやったらママに何て言いますか。手を挙げて意見を言ってください。Thank you.
答えが2つあってさ、みんないいんやで、みんな思ってること言うたら、あの全部 OK、 全部 OK なんやけど、気になる答えが2つぐらいあった。おいしいって言っちゃう、頑張って食べちゃう。そしたらさ、ママさ、あ、カレーおいしかったんやって思ってさ、同じまずいカレーずっと作り続けるかもしれへん。あ、どうしよう、どうしよう、どうする？言っとく、言っとく、なんて言う？今度からね、甘いの、甘いカレーライスを作ってね。ダメなことなのに、なんで意地悪したくない？
したいっていう気持ちになったことがある人手を挙げて。本当？本当？意地悪？したいって気持ち、したいはしたかったわけじゃないんやけど、意地悪しちゃったことがある人。あるよね、あるよね。あるな、結構ある、なかなかあるな。なんで意地悪したくなっちゃったんだろう。いや、なんで、したかったわけじゃないんだけど、なんでしちゃったんだろうね。なんでかな、なんでだと思う。言葉で発表する回です。